スタートしましまたほぼ揃いました16頭、コーダッシュは内2番ダノンクリエイター、芝の上先行争い、間から12番フォースライトも出て、芝からダートへと移ります、ダノンクリエイター先頭、フォースライトが2番手、行き足ついて1番、名将大風2番手にかわして上がっていくか、間7番、チャーリー・ブレイブ、2番手は3頭。 5番手に16番、タガノハピネスが上がって、直後,後、高位グループに3番、サノイチ、11番、マッシブ・ヒーロー、間4番、の第一トゥルースが続いて向こう上面、中ほど、並んでいった13番、ミヤジ・マッキー、中段インコースに8番、東海ビジョン、先頭までは6馬身、並んで6番、ゴールドブラザー、直後に10番、ワイルド・ドラゴンが続いています、2馬身差の後方グループに14番、エドノ・プリンセス、15番、ハッピー・チャートがいって、内から9番、オメガ・スパーキング、最後方は5番、クロスカップリング、16頭、3コーナー回っていきます。 先頭は2番ダノンクリエイターです、リードが1馬身600を切りました、4コーナーカーブ、追っていった7番チャーリー・ブレイブが差を詰めていきます、2馬身差の3番手が広がって、名将・大風、外から多賀のハピネス、4コーナーカーブから直線、直後には佐野置が続いています。 残り400坂を登ってきますダノンクリエイター、チャーリー・ブレイブ2頭が並んでいます、競り合います、坂の上り、2馬審査の3番手、前2頭の外へと出した1番、名勝大風、さらには3番、佐野市、その後が東海ビジョン、外へと出しています、200を切って坂を上り切った、先頭変わった、7番、チャーリー・ブレイブ先頭、リードを1馬審判広げる、2番手、ダノンクリエイターをかわして、名勝大風、さらには佐野市が追ってきた、あとはゴールドブラザー、オメガスパーキングも追い込んでくる、先頭はチャーリー・ブレイブゴーリ。 2着、名勝大風3着、佐野市に最後、オメガスパーキングが接近。